ここからはビートアラウンド834サテライトフラッシュ。毎週火曜日の担当はガストバーナーです。東海市のメディアス FM とリモートで結び生放送でお届けします。今日のメンバーはガストバーナードラムの16ビート早尾とベースコーラスの辻切りっちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。台風大丈夫でした？いや、なんか最初こっち来るって思ったら、うん、大阪の方行っちゃって。そう。早尾さんの方行っちゃいましたよね。そう。なんかすいません。いえ、僕今このラジオも大阪から出演してるんですけど、はい、はいはい。朝方がすごいやばくて。そうなんですか？風がすごくて家が揺れてました。そんな。全然ね、こっちと違うかもしれないですね。あ、なんか、うん、あ、ご無事でよかったです。この時を迎えられて。本当、命があってこそのラジオ。いや、本当そうですね。なかったら今、うん、ここにね、こうして二人は出てないので。そう。で、名古屋の方も、知多半島の方も大丈夫かなって思ってましたけど、確かに。なんとか、うん、無事そうでよかったです。うんうん、そうですね。はい。じゃあ、元気にね、やっていきましょう。うん、やっていきましょう。そう。で、改めて、ガストバーナーってどんなバンドかなっていうとこなんですけど、うん、いつもここ悩んじゃうんですけど、毎回事件と楽しいことしか起きなくて、もう組んでから3年半も経つのに、まだまだ毎回楽しいなって思ってます。そうですね。会うたびに何が起こるか分かんなくて。ね。ワクワクです。はい。早くみんなに会いたいっていつも思ってる。確かに。この前の矢野フェス出た時もめちゃくちゃ楽しかったもんね。うん、楽しかったです。やばかった。うん。カオスでした。カオスだった。アイドルの人たちのプロ意識の高さがやばかった。ああ、本当に幸せでした。ね。同じ空気を吸えて。推しがいる幸せみたいなのを感じました。いやー、本当ですね。いや、私ちょっと、うん、アイドル大好きなんで、個人的に。食い入るように見てたよね。そうなんです、ね。ステージの方行って、もう、お客さんと一緒に楽しんでました。ね。はい、そんな感じで、バンドも楽しくやってます。はい。はい。で、今日はラジオで、生放送でお届けしている、ビートアラウンド834サテライトフラッシュ。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。今日のメッセージテーマは何をされたら怒るです。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンからお送りいただくか、メディアス FM をクリアに聞ける専用アプリからも簡単にメッセージを送りいただけます。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからどうぞ。はい、よろしくお願いします。何をされたら怒るって結構面白そうですよね。いやー、今日ちょっと楽しみでしたよ。みんなの意見ね、人にそれぞれ違うだろうから、ね、そう、どんどん、うん、この後もみんなの意見聞きながら、ああそうだそうだとか言いたいね。そうですね。ね、じゃあ一旦曲聴きますか。はいはい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。ガストバーナーのサードミニアルバムより、今日は火曜日ですけど、ブルーマンデー、ビートアラウンド834サテライトフラッシュ。今日はガストバーナーのドラム16ビート早尾とベースコーラスの辻切りっちゃんがお送りしています。ブルーマンデー、いい曲だよね。いやー、今ね、聞きながらいい曲っすね言ってたんですよ。楽しいことだけしてたいって言って。本当ですよね。しみじみ思いました。真反対のトークテーマ、テーマトーク申し訳ない本当だ。今日のメッセージテーマは何をされたら怒るです。もうたくさん送ってもらってるんで、どんどん紹介していきましょう。ね、ありがてー。はーい、ありがてー。じゃあ僕からいきます。はい、はい、とラジオネーム、これ多分あれだな、キリムさんですね。もうはい、りっちゃんさん、はようさん、こんばんは。こんばんは。イエーイ。私は性別、年齢、社会的地位、趣味、思考に対してバカにされる、マウントを取ってくる、社会的に言うことを聞かせてくる人に怒ってしまいます。当たり前かもしれませんが、社会に出てからそういう機会が多くなった気がします。確かに、わかる、わかる。なんか、あの、僕とかもいい年齢でバンドマンやってるんで、はい、絶対そういう目で見てくる人いますもん。ああ、この年になってバンドやっててみたいな。うん。そう。うわ、うざ。
でもいつもそういうこの目線とか言動とかされるたびに、ああでも絶対僕の方が毎日楽しいのにって思いながら、あいやそのメンタル、いやその考え方めちゃくちゃいいっすね。そうだって絶対毎日楽しくないんだと思うよ。え絶対そうですね。なんかその楽しくないから、ね、そういう人のことばかりするんですよね。そう悲願じゃん。うんうん、そのこのキリムさんの文章にも書いてあるけど、性別ってとこもあって、うん、私女だから、うん、バンドやってる上でもやっぱ女性って特別視されがちなんで、それもなんか結構ねいつも心に傷を負ってますよ。結構普段からね気にしてるもんね、うん、そうなんですよ。とかね、そういう細かいことかもしれないけど、ね、人それぞれあるな。ね、なんかいろんな人が色眼鏡かけて僕たちのことも見てくるし、うん、他の人も見てるし、みんなきっと寂しいんだよね。あ、だからその人の心に問題があるというか、まあね、きっといろいろある、まあ、みんなそれぞれストレス抱えてんだなってね、ぶった切ってる思うしかないですね。ね、だからキリムさんもそう言ってくる人をライブハウスに連れてきて価値観変えてあげてください。そうですね、ライブハウスに来ちゃえばもう ね楽しくてしょうがないんで多分ね。うん、はい、そんな感じでかな。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私呼びます。はい、ラジオネーム、はちやさん。はい。りっちゃん、はやおさん、こんばんは。こんばんは。テーマ、何されたら怒る？について、怒りの感情の割合が強いので、割といつも怒ってますが、舐められたら怒ります。客商売のバイト歴が長かったので、タメ口聞く客とか、お金投げてくる客とか大嫌いでした。ムカつく客にお釣り置いて返したらブチギレられたので、手渡ししなくていいコロナ禍以降はいい時代になったものです。と。だって大変そう。金投げてくる客とかやばくないですか？何なの？何なの？そういう人にしか強く当たれないの？ああもう、あ、店員っていうだけで見下してるんですよね。そうそうそう。お客様神様みたいな。そう。りっちゃんって接客業の経歴とかあるの？え、なくって占い師で初ですね。ああそうか。はい。僕お好み焼き屋で働いてた時は。はい、横柄な人がやっぱり投げてきたりしてたから。どういうこと？お賽銭みたいな感じ、財布からなんかポーンって。ってことは僕神様？実は店員の方が客、あの神だったって。神様、八代さんも神様。あ、そういうことか。お賽銭だって思いましょう、今度から投げられたら。そうそう、我は神だ、うん、それだ、そのメンタルだ。ね、メンバーの皆さんは何に怒るのか気になりますって書いてるので、また後ほど怒りの話とかもしたいですね。そうですね。怒りの話。しましょう、しましょう。はい。はい。ありがとうございます。次行きましょうか。はい。はい。次、ラジオネーム、わたしゅうさん。あ、いつもありがとうございます。ありがとうございます。怒ること、ライブハウスですぐ目の前に入ってこられると、ムッとしますね。前がスカスカになったのに、後ろに待機してたっぽい人が目の前に入ってきたりして、もっと前に行けや、空いてるだろうとカチンとなったりします。あ、でもね、いいこと書いてくれてるんですよ。うん、確かにね。まあガストバーナーのライブではそんなことは起きませんけどねって。最高。あ、ちょっとフォローしてくださってありがとうございます。ガストバーナーのお客さん本当にいい人ばっかりだから。いや、マナー悪い人マジでいない、ま、そうだよね。はい、そもそもモッシュとかが起きるバンドじゃないっていうのはあるんですけど。ライブとかモッシュとか起きないからあれなんですけど。確かに。みんな優しい、本当に。本当優しい。なんか譲り合いがすごくね、上から、ね、あの、ステージから見てても感じますよね。うん、泣きそう、本当に毎回。泣きそう、本当。優しさに、温かさに泣きそう。そうそう。セットリストとかね、くださいって言われて、こうパッて見ても、うん、周りの人と写真撮り合ってから、ちゃんとこう、みんなに、誰かにあげたりとか。ああ、確かに。すごい思いやりがすごい。いや、ほんとそうですね。なんか、ね、私がみたいな人いないですよね。そう、うん、ライブハウスは思いやりですね。そう、思いやり大事。うんうんうん、逆にそういうあったかいさを感じて楽しいなって思える気がする。あ、確かに、うん、なんか嫌なこと続くとライブハウスも嫌になっちゃうかもしれないしね。そうですね。ね。なんか、トラウマになっちゃって、あの時、ああされたみたいな。ああ。もう行きたくないってなっちゃいそう。誰が行くかって。でも、私さんは強いから、それでも来てくれる。ああ、私さんはね、もう、ふと客。
ありがとうございます、いつも。ありがとうございます。はい。太客だと思ってます。はい。次行きましょう。はい。はい、ラジオネーム、あーちゃんさん。あ。りっちゃん、はやおさん、こんばんは。こんばんは。メッセージテーマ、何されたら怒る？についてですが、私は仕事をしてて足を組んでふんぞり返ったり、暇そうにしてる年上の同僚を見て怒るというか、イラッとします。明らかにもう仕事がない、やることがないというポーズのように見えて萎えます。まあ、そういうストレスをガストバーナーのライブで発散させていただいております。あのフェスカオスでしたとのことです。おー。すごいね。こんな人いるの？え？どういう？え、なんかその私上司に、うん、なんかこう言われてムカつくとかは聞いたことあるんですけど、うん、同僚ってちょっとなんか逆にイラッとするな、自分と同じ立場っていうのが。確かに、なんでこんな偉そうなんだろう、うん、ただただ疑問。いや絶対友達になれないです ね、 ね、仕事なかったら絶対関わってないですよね。逆にこういう人って本当何して遊んでるんだろう、何の人生楽しいのかな。楽しくないからそういうとこでなんか自分を出すんじゃないですか。ああ、マウント取って。みんなバンドやればいいのに。確かに。ねえ。ほんまに。バンドやるか、あーちゃんさんみたいにガストバーナーのライブ来るか、うん、どっちかして。そう。そうそうそう。ふんぞり返ってる場合じゃないよね。本当にふんぞり返ってる場合じゃない。ね、寂しい人生。寂しい人生だな。そう思ってきましょう。積極的に。はい。はい、だから発散してるあーちゃんさんは最高です。最高です。最高です。イエーイ。いや。イエーイ。イエーイ、やばい。テケラー。ちょっと辛い。ちょっと待って。ごめんなさい。はい、大丈夫です。辛い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 。はい。はい。はい、もう一通ぐらいいきますか？あ、どうぞどうぞ。はい。はい。ラジオネーム、みつこさん。りっちゃん、はよさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。矢野フェスお疲れ様でした。メッセージテーマの何されたら怒るですが、嘘だとバレバレの嘘をつかれたら怒ります。こちらに嘘だと気づかせずに嘘をつくならそれでもいいと思うのですが、明らかにその場しのぎで嘘をつかれると、もっとマシな嘘つけよと怒るというか突っ込みたくなります。なるほどね。なるほど。いや、みつこさんが多分感受性が豊かだから、そうそう。あ、こいつ嘘ついてんなって分かっちゃうっていうのもあると思う。そうそう、本人はバレてないと思ってるから。そう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 。ね。なるほどな。だからみつこさんの方が何枚も上手。そうですね。うん。私なんかその八方美人な人も結構あんま好きじゃなくて。あ、結構敏感よね。そうなんですよ。これ誰にでも言ってんなとか。うん。それも多分私同じ嘘っていう風に捉えちゃうんですよね。うん。だって本音で生きてないってことだからね。あ、そうですそうです。なんか、ね、その場しのぎで。うん、その話してる人に全部合わせてるっていう。ああ、確かに。あ、うん、ね。あ、私もそれいいと思ってたんですよ、みたいな感じ。そうそうそう。ええー、それなんか、いいんですよ。人に合わせられる人って素敵だと思うんだけど、うん、そことはなんか違う人がいません？信念ない人ね。信念ない人。そうですね。ね。なんか。よくないよ。うん、よくない、よくない。よくない、よくない。嘘はよくないですよ。人を小さくしますよ。本当に。みつこさんはもう最高やと思います。最高しか言ってないの。いや、もうね、このラジオ聞いてる人で全員最高なんで。確かに。はい。はい。で、まだまだメッセージもらってるんですけど、はい、一回曲挟みたいと思います。ほい。はい、それではここで一曲お聴きいただきましょう。セカンドミニアルバムグッドラックからガストバーナーでディストピア。午後7時から30分間の生放送でガストバーナーがお送りしてきましたが、ラストのトークパートとなりました。早い。毎回早いって言ってますね。早尾さんだけに、うん。ね、早さ感じますね。はい。はい、すいません。なんかこの時間の短さに怒るみたいなことばっかり考えちゃって。ああ、今日のテーマ的にですか？そうそう、二人ともお互い別々にうまいこと言おうとして、うまくいってなかった。うん、ごめんなさい。二人とも何かしら爪痕を残そうとしてしまいました。それがリズム体なんで。はい、すいませんね。はい。はい。まだまだメッセージいただいているので、ちょっと時間のギリギリまで許す限り紹介させてもらえればと思います。はい。はい。じゃあ、僕からいきます。
はい。はい、ラジオネーム、レインさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はやおさん、りっちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。何されたら怒る？ですが、アンガーマネジメントするようにしてて、怒らないようにしているのですが、素の顔が怖いようで、しつこく、怒ってる？怒ってるよね？って確認されることですかね。ああ、なんか、いるんだ、そういう人。ね、アンガーマネジメントって知ってる？いや、聞いたことあるんですけど、忘れました。何でしたっけ？なんか、怒りそうになったら、6秒間数えたら、うん、怒りが収まるみたいな。それで、そう、でも、ちょっとそれを聞いたときに考え直してみたんやけど、うん、めちゃくちゃ腹立つことされて、1,2,3,4,5,6 って無理じゃない？いや、無理無理無理。そんなことしてんですか、レインさん。すごいですよね。すごいすごい。なのに怒ってるとか聞かれたら、もうダメでしょ、これ。もうダメ。6秒じゃ足りない。もう怒るわ、これは。怒った方がいい。はい、怒った方がいい。むしろ怒ってほしい。怒りましょう。いや、怒ってる、うん、って聞かれたら、あ、怒ってますって言いましょう、これからは。自分の意見を出していきましょう。あ、行きましょう、行きましょう。はい。はい。じゃあ次行きましょう。次行きます。はい。ラジオネーム富山楽しみさん。うん。りっちゃん、はやおさん、こんばんは。大好きな方からしたら大げさな話なのですが、バナナが嫌いな自分としたら、うん、匂いを嗅がされるだけで怒るというか怒りです。以前スーパーでカートをしていて、呼ばれて振り向き、目の前にバナナをぶら下げられていた時に、バナナに激怒、激光してしまいました。大人げないなとは思いましたが、嫌だと申告していたことをデリカシーなくされたことに、余計に腹が立ってしまいました。最後の言い方だけで何とかしようとしてる。はい。いや、大変だなと思って。いや、でも嫌なことされると、どんなにポップな状況でも嫌だもんね。嫌なものは嫌なんで。いや、バナナ嫌いな人いるもん、だって、たまに。うん。うん、いる、私は好きなんですけど。あ、でも嫌なもの、嫌なもの分かっててされるって、本当にただの嫌がらせだもんね。いやー、仲間内でもね、しちゃう、なんか悪乗りでしちゃうことあるんです。今の嫌だった。なるべくやめた方がいいです。あ、そう、今のどうだった？なんだよな。迷ったらやらないにしよう。あー、ダメだ。ね。そんなのはダメ。そんなものはダメ。はい。はい。なんか怒ってください。はい。はい。じゃあ次行きましょう。はい。ラジオネーム、青さん。りっちゃん、はやおさん、こんばんは。こんばんは。さて、何されたら怒る？理不尽なことをされた時でしょうか。接客業をしていると難癖をつけたり怒鳴ったりするお客様がいます。心の中ではぶん殴ってます。でも怒ると疲れるので、この人は他に話し相手がいない寂しい人と見下して思いをしたら、怒鳴られても腹が立たなくなりました。うんうんうん、うん、相手もこいつに言っても無駄と思うのか、言われなくなります。おすすめです。これ全部の答え。いやー、ほんとこれね、基本短期は損期だからね。そう。怒ってる人は本当、なんか心に病を抱えてるんですよ。病っていうか、闇を感じてるんです。闇を。ああ、はい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 。しかも、接客とか、ね、知らない人に対して難癖とか怒る人って本当ダメだよね。本当に。小さい。だから、その知ってる人じゃないっていうところで甘えてるんですよね。うん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 。うん。よくないよ。よくない。よくないよ。はい。ね、心の中でぶん殴ってるらしいんで、僕も腹立つ時、ボコボコにしてるかもしれないんで、一緒かも。いや、みんなで心のドラムを叩きましょう。ね、ボコボコに。はやおさんみたいなね。ね。はい。僕らの怒ること、はい、できます？いきましょうか。はい。あ、はい、どうぞどうぞ。あ、僕からでもいいですかね。はい、いいですよ。僕ね、あんまりなんかこう、みんなと一緒で、人のことを考えない行動とか、うん、人の時間を奪うことを何とも思わない言動に対してめっちゃ怒る。あー、もう、今日のやつ全てに通ずるかもしれない。もうこいつダメだってなっちゃう。はい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 。はい。みんなと一緒です。ね、どっかでテンション下がってるっていうね。そうそう。一緒に見えて。はい。りっちゃんどんな感じですか？いや、私はまあ名前がリエって言うんですけど、うん、漢字をよく間違えられるから、それが怒るっていうのあるんですけど、うん、もうもっと言うと、うん、お前って言ってくる人。ああ、ダメ。ほんと無理で。ダメ。友達やめます。ああ。
はい。っていう。その時点で無理だよね。もう、お前って言われた瞬間、あ、こいつないわってなります。ああ、それはわかる。はい、そこが怒りの沸点でした。最大の。はい。はい、みんなも、相手の気持ちを考えて生きると過ごしやすいと思います。はい、本当そうですね。はい。ちょっと時間の関係で今日送ってくださった福岡のともしげさん、お名前だけしか紹介できずすいません。すいません。はい。本当たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。はい。僕らガストバーナーの活動については、またいろいろ SNS で発信するので、見てもらえると嬉しいです。はい。それではこの後は再び田中大輔さんのビートアラウンド834でお楽しみください。ここまでのお相手はガストバーナーのドラム16ビート早尾とベースコーラスの辻切っちゃんでした。最後はこの曲でお別れです。ガストバーナーでグッバイ。ありがとうございました。